皆さんこんにちは。5問クイズです。今回は穴埋め問題です。四角には共通する漢字が入ります。共通する漢字は何なのかを当ててみてください。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。制限時間は20秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。真ん中の四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えはがです。絵画、計画、画作、画質となります。2問目です。真ん中の四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは列です。卑劣、優劣、劣等、劣化となります。3問目です。真ん中の四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは敵です。匹敵、天敵、敵視、敵意となります。4問目です。真ん中の四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは靴です。理屈、退屈、屈折、屈辱となります。最後の問題です。真ん中の四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えはグーです。奇遇、配偶、偶数、偶然となります。以上で問題は終了です。何問わかりましたか？全部熟語がわからなくても 2,3 個わかれば解けますよね。全問正解した人も苦戦した人も
コメントや高評価をしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。